今日はですね、コロナ禍で一発逆転を狙う人が増えてるよっていうお話をしたいと思います。過去の放送でもですね、行動経済学プロスペクト理論についてお話ししたことがあるんですが、人間って本質的にですね、損失回避的なんですね。ちょっと変な日本語だな。まあ、簡単に言うとですね、得をしたいよりも損をしたくないを重視するっていう感じですね。まあ、この辺はなんとなく心当たりありますよね。ただ、人間がですね、損失回避をするのは通常時なんです。まあ、ここがポイントですね。通常時は、大勝ちしなくてもいいから、とにかく損をしたくないっすっていうモードなんですけれども、これがですね、追い込まれると一変、モードが切り替わるんですね。あなたには、200万円の借金があります。次のうちどちらを選びますかっていう有名なテストがあってですね、1、無条件で100万円を減らしてもらえる。2、コイン投げに勝てば負債をゼロ、負けるとそのままっていうですね、2つの選択肢を出された時に結構な人がですね、2を選ぶんですね。損失回避どこへやらっていう感じです。人って追い込まれるとですね、一発逆転とか、まあ、一か八かを選んじゃうんですね。これもなんとなく心当たりありますよね。なんか200万の借金背負った時はなんか200万一気に返せるかゼロかみたいな、その博打をしちゃうんですよ。で、今日はなんでこんな話をしているかというとですね、僕は時々、まあ、生意気にですね、仕事としてコンサルをさせていただくことがあるんですね。西野から集客のアドバイスをもらうのって、まあまあ、説得力あるでしょ。そこそこ人気のコンサルなんです。で、企業さんのですね、それも結構大きな企業さんのコンサルをさせていただく場合もあればですね、個人事業主さんや、クリエイターさんたち、あるいはその表現者さんのですね、コンサルをさせていただくこともあります。コンサルするって日本語として正しいんかな？まあいいか。まあそこでですね、最近の傾向として見られるのがあって、それは何かっていうと、僕がですね、それはやめておきましょうと、まあ要するに止める機会が、ぐんと増えたっていうことですね。これに関しては昨日のオンラインサロンの記事でもっともっと踏み込んだ内容を書かせていただいたんで、ぜひね、そちらも合わせて読んでいただきたいなと思うんですけれども、やめておきましょうという回数が増えたということはですね、一発逆転、一か八かの打ち手を選ぶ人が増えたということですね。まあ、要するにですね、追い込まれてる人が増えているっていうことです。まあ、説明するまでもなく、コロナの仕業ですね。で、今、本当に多くの方がですね、一発逆転、一か八かを選んでいます。ただ、それってですね、家や嫁や子供を担保に入れて、手にした最後のお金を万馬券にぶち込むような行為なんで、もうね、絶対にやめてくださいって僕ね、もう結構全力で止めるんです。一か八かっていうのはどこまで行ってもですね、一か八かなんで、ほとんど外れるんですね。僕これまでたくさんのですね、奇跡に立ち会ってきましたけれども、奇跡はいつもですね、しかるべき準備をしている人のところにやってきていて、運に託している人にですね、奇跡が転がり込んできたことなど過去一度も見たことがないんですね。追い込まれた人がやけくそ気味に放つ一か八かでは、まあ、奇跡は呼び込めないということです。で、ここ本当に気をつけてくださいねっていうのが一つとですね、それともう一つです。コンサルでですね、ものすごい熱量で一発逆転の新事業のプレゼンをされて、まあそれは確実に失敗するのでやめましょうということをですね、ご本人に伝えた後ですね、ほぼ必ずと言っていいほどですね、コンサルに同席していた部下の方にですね、止めてくださってありがとうございますって感謝されるんです。要は部下は言えないんですよ。社長が自分たちのために、まあ、動いてくれているのがすっごく分かってるんで。でも、部下は分かってるんですよ。このプロジェクト絶対にうまくいかないなっていうことが。これもですね、さっきの行動経済学で説明できると思うんですけれども、精神的に追い込まれているのはチームじゃなくて、基本的にはリーダーなんですね。社長なんですよ。なんとかしないとやばいと本当の意味で追い込まれてるのは、いつだって社長なんです。社員はですね、まあ状況のまずさは理解しているもののですね、本当の意味では追い込まれてない。追い込まれてるのはいつもね、社長なんですよ。なので、社長が追い込まれて社員さんが追い込まれていないから、社員さんの方がかえって冷静なケースが多かったりします。コロナ禍でね、またこのチームで動く場合、ここのですね、まずリーダーが焦っているっていうこと、そして部下の方が冷静ということ、そして部下は言えないっていう、リーダーが自分たちのためにやってくれているから、一生懸命やってくれているから、それを無限にするような言葉は、吐けないっていう、この構造はですね、頭に入れておいた方がいいと思います。まあ、とにもかくにもですね、一発逆転、一か八かは、もう絶対にやっちゃダメです。思いつきで始める新事業が、やっぱりね、うまくいくことってないんですよ。やっぱ百発百中で外れるんですよ。で、余計に、そうするとですね、余計にこう、赤字が増えちゃうんで、
まあ、絶対にやめてくださいということですね。その事業が成功するというのであれば、なんで、うまくいってるとき、要するにコロナで追い込まれていないときにそれをやらなかったのっていう話になるんで。で、あなたには200万円の借金があります。次のうちどちらを選びますかっていう選択を迫られた場合、リーダーが選ばなきゃいけないのは、もう無条件で100万円を減らしてもらえるっていう、こっちの安全策ですね。これを選んでみてください。